皆様、中村鶴松です。平成中村座チャンネルをご覧いただきありがとうございます。中村屋の歴史を振り返れる平成中村座物語は今回が6話目となります。なんと中学生の頃の私が登場いたします。筆屋孔明という演目がございまして、僕はまだ女方の役をほとんどやったことがない、しかもずっと舞台に出続ける大役だったので非常に苦労し怒られたんですけれども、千秋楽の日にはですね、よく頑張ったねと言って、お手紙を渡してくれた思い出がございます。ドイツのベルリン公演なんかも映像で残っております。皆様どうぞご覧ください。2007年9月、中村屋の兄弟と一門は公演のため沖縄を訪れていました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また、はい、何すんの小沢さん、明日何すんの。めでてん。あ、一緒に来る。めでてん。アウトレットいいよ。こちらは当時最年長のお弟子、中村小三座、中村屋のムードメーカーです。あの、いろんなもの売ってるの。小三座の存在ですけど、どういう、もう家族ですよね。あの、おじさんっていうか、中村屋のみんなは本当にもう家族として、なんだろうね、小三座は守り神シーサーのような存在ですね。私もね、今発表していいか分かんないけど、はい、文化庁のあら、少々。あ、そうなんですか。ですから、おめでとうございます。それは小三座が文化庁長官表彰を受けることに、長年にわたる歌舞伎界への貢献が評価されたのです。4歳の時、一般家庭から17代目中村勘三郎に弟子入りした小三座。以来80年を超える長きにわたり、後輩たちにその知識と経験を伝えてきました。工事屋が出ちゃうから嫌なんて、素直に嫌だよ。文化庁、あ、そう、長官賞、おめでとうございます。おめでとうございます。何か言ったことありますか。もう喋りました。いや、この、いや、もう民に、いやいや、民に、民、一生懸命やってください。あー、カツがありましたよね。ご飯は食べたの。私は8時まで食べてる。じゃあね、グッナイ。絶対使ってない。いや、絶対使ってない。10月、この月は中村勘三郎にとって特別な公演です。すべての演目の主演を務めます。その一つ一つが父、17代目勘三郎の当たり役なのです。父の死からおよそ20年、しかしその記憶は色あせていません。で、この衣装はうちの親父の衣装で。あ、そうですか。これね、いつも言うんだ、うちの親父の匂いがする。消えないんですよ、この匂いなんで。懐かしい、残ってるんですね。匂いっていうのはやっぱり、ね、匂いってあるじゃないですか、はい、思い出の中の匂いって。この匂いはうちの味ですね、俺にとってはね。こうやった時ずっといたから。
伝統を受け継ぎ守り伝える。中村屋は新たな歴史を刻み始めていました。2007年11月、印のないは治らぬか。中村屋の最年少、部屋子の中村鶴松に試練が訪れていました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここから出せって全然思ってないよ。ダメだよお前。おい、もう一回やった。ありがたくないよ。あり本当にありがたく思えよ。トトさんま、トトさんま。これ勘三郎は師匠、連日厳しい指導を受けます。鶴松は有望な若手として注目を集め始めていました。お客からサインを求められることも。しかし舞台を降りればまだ中学生。一般家庭出身の鶴松、3歳の時児童劇団へ入り歌舞伎の世界へ。勘三郎に認められ、10歳で中村屋の部屋子となりました。部屋子とはお弟子とは異なる歌舞伎界の慣例です。子役の時から幹部俳優の楽屋に預けられ役者修行をします。高校は行くでしょ、うん、で大学はどうしよう。まあ、でも多分お母さんは行けって言ってるんですよ、うん、まあそうだ。そうですよ、今の時点ではずっと歌舞伎役者としてやってることだ。そうです。まあ一生と一生。水天宮様の御名り役、はい、もう一回最後まできっちり言いなさい。水天宮様の御名り役。まことにご利益、ご利益。あんまりもんないな。もう一回。この年の最後を飾る舞台、鶴松の役は目の不自由な娘。勘三郎は納得がいくまでセリフを繰り返させます。堪忍してくだされます。いやいやいや、ダメだよ。連れて行くのは堪忍してくださいまず。堪忍してって言わないと。中村屋最年長、中村小三座。稽古の後、鶴松に声をかけました。こうやってこうやってこうやってやったらこういうふうにしてこうやって言うから苦しいから声が出る。先輩が惜しみなく経験を伝えてくれることも歌舞伎の伝統なのです。12月大歌舞伎初日。ただ悲しいとともともに見えぬこの目に泣くばかり。終演後、勘三郎の楽屋へ。ありがとうございました。はいよ。ゆっくりだと思うんだよ。まだね、明日舞台の上でここだって言うから思いついて。はい、まだ忘れちゃう。はい、聞いてよ。そうか、気持ちは。先輩からも助言をもらいます。それってだけっていう。
だまさんとかとずっと一緒にやっていきたいなと思うし、うん、なんで神田まさんとずっと一緒にやっていきたいなと思う。好きだからです、神田まさん。ああ尊敬してるし、成長を続ける鶴松、師匠である勘三郎の思いとは。全然こう歌舞伎とは関係ない家からやってくる子供っていうのはどう考えてらっしゃいます？いやもうそれは平等にしたいと思って、素質があればですよ、素質があって伸びる人はやっぱりこれからはあの同じ土俵に上げなきゃいけないと思いますよ。いいところが生まれたからったってまずい人が主役やっちゃいけないもん、やっぱり、うん、それは競争っていうか、それじゃやる意味がないでしょ彼らが。そうですね、うん、だからそういうふうにしたいなと本当に思ってます。歌舞伎の未来を担う若者たちにチャンスを与えたいと考えていました。2008年5月新たな挑戦が始まります。面白いと思っていただければ。勘三郎たちはドイツ・ベルリンを訪れていました。江戸の風情と歌舞伎を楽しんでもらうため、この地で平成中村座公演を行うのです。ニューヨーク公演を成功させた役者スタッフが集まりました。演目はニューヨークと同じ夏祭り何わかがみです。苦楽を共にしてきたメンバーでドイツ公演に臨みます。演出は現代演劇界の重鎮櫛田和義さんです。で恋しくなるのが日本の味。この日はおかみさん手作りのおにぎりが。おかみさんはいろんなことやらなきゃいけないんですよ。本当に本当にね。あんまりさ、こんなこともしなきゃいけない、あんなこともしなきゃいけないって言って、お嫁さん来なくなっちゃうから、お嫁さん来なくなったらやめて。お嫁さん夫と一門を支え続けるおかみさん、ドイツでも芝居に集中できるよう気遣っていたのです。そして長男勘九郎、実はある大役に初めて挑んでいます。予測はなさってました？いや、してなかったですよ。じゃあもう結構びっくり？はい、大変ですよ。まあ子供たちもまあ勉強というかもうそろそろやるっていうことで、おたつは子供に譲りたくないんですけど譲りまして、勘三郎が二役演じていた役の一つ、おたつ、忠義に厚く男勝りの女性の姿を表現しなくてはならない難しい役です。どうしても考えないと分かってくださいません、それが最初の終点にこう
父から息子へ課した試練です。息子さんにアドバイスとかしようとか、いやいや、ないないですよ、ないない。どうせあれ難しいやることはできっこないから恥かけ俺だって最初できなかったら最初からやられてたまんないっつの。いよいよ勘九郎のお辰の出番。まさかの時にある表くだんすなや。ことができました。お客は総立ちで叩いてくれたのです。歌舞伎っていうのは心中復讐人違いで殺されるみたいなことを聞いてて高槻というお芝居、殺しさえありません春を感じられる作品ですね。